なあミオ、俺さ医学部に行こうと思ってるんだ。へえ、そうなんだ。優秀だもんね、タクヤは。じゃあお家を継ぐんだね。なあ、でもいずれは開業して。ナース？タクヤ、タクヤ、大丈夫？タクヤ。うん、あ、そっか、俺帰っ。こら待てー、わーい。あの悪ガキ。誰？誰って、私だよ。赤木美代、小学校から高校まで一緒だった幼なじみ。この病院の看護師になっていた。美代、思い出すの遅い。こっちはすぐ分かったのに。ダメでしょ、こんなことしたら。へへん、彼氏の前だからって照れちゃって。彼氏って、あ、危ない。タクヤ、大丈夫？タクヤ、タクヤ、タクヤ。俺は、はい、あん、タクヤ。何を考えてるんだ、ミオ。だって利き腕骨折しちゃってるんだし、左足だって私をかばって大怪我させちゃったんだもん。それとも私に食べさせられるの？いや、いやってことはないけど、妙にミオは意識してしまう。ねえタクヤ、私にできることは何でもしたいの。看護師長にも許可取ってあるしね。でもな。あ、お願いタクヤ。美味しかった？まあ、まだ歩かない方がいいんじゃないかな。そういう時のために紙瓶があるし。あ、ごめん、もしかして大きい方だった？いや、小だが。じゃあ紙瓶でいいと思うよ。いや、しかし。ああ、そっか、じゃあ手伝ってあげるね。あ、いや、今は。何？恥ずかしいの？大丈夫、私は看護師だよ。子供からおじいちゃんまでみんなお世話してるんだから。ちょっと待って、ミオ。ミオのやつ一体何なんだ。まさか他の患者にも同じこと。タクヤ、ミオ、何か困ってることない？え？あっちの方溜まってたりしてない？何言ってんだよミオ、どういうことか分かって言ってんのか？うん、私ね、タクヤのことが好き。え？タクヤは私のこと嫌い？そういうことしたくならないの？ミオ、俺もミオのことが好きだ。ねえタクヤ、このまましちゃおう。もっとリハビリを頑張って研修の遅れを取り戻さないとな、ミオ。どうしたミオ。必要なくなっちゃうのかな。え？うん、私の看護が必要なくなっちゃうのかと思うとちょっと寂しくて。何言ってんだよ。ミオを必要とする患者さんはたくさんいるじゃないか。うん、そうだけど。
なあ、ミオはなんでナースになったんだ？なんでって…タクヤ…ん？タクヤが小児科医を目指してたから。だからその…私もいつかはタクヤの…ミオ…タクヤ…俺はいずれ小児科医となって開業したいと思ってる。だから俺にはミオが必要だ。一緒についてきてくれないか。まだ熱が下がらないな。ごめんね、タクヤ。せっかくの連休なのに。何言ってんだよ。俺が入院した時にいっぱい世話してくれたろ。今度は俺の番だ、タクヤ。ああ、そういえばよく聞く座薬をもらってきたからすぐに良くなると思うよ。座薬ってまさかそれ使うの？大丈夫だって。俺はまだ研修医とはいえ医者だぞ。うまくとかそういうことじゃなくて、恥ずかしいから。ちょっと待って待って。おお、危うく誤診してしまうところだった。すぐに処方しないと。いやー、お注射が太すぎます。これじゃ効きすぎちゃう。Không bao giờ xa.